なので、うちはちょっとかぶりをやめまして、急遽曲を変えようかなと思っております。いや、企画とか、まあ、そういう話じゃないので、ね、2回目やれば十分でしょう。じゃあ3回目はちょっと行きましょう。かぶらない、かぶらないですね。
半分は。うちのバンドですね、いろいろ楽器も持ち替えながらやるという厳しいバンドでございましてね、うちはジョンだけだ、ジョージだけだというのはすいませんでございまして、次はちょっと、これは後期ですね、いきなり後期になるんですけど、ですね、マジカルミステリーツアーからいきましょうかね。このフレーズでも分かっちゃいますよね、大体ね。よろしいですか？次はですね、ジョージ曲の登場ですね。でこれはですね、何でしょう、何とも言えない曲ですね。あのグラスの音が入るんですけど、ジョージ・ハリソンが後でグラスの音に気づいてもらいましょうと提案した曲ですね。でちょっとね、音色のチェンジがいないですですね、エリック・クラプトンがですね、履いた歯が痛いのにくちゃくちゃとチョコレートやチューガムやら舐めていたのに、
まあ、ヒントで作ったと、まあ、よくわかりませんが、そんなことも言われておりますね。準備いいかな？OK？新調しまして、今日初お披露目ですね。安いんですよ、俺ね。なんとか連合だったんですね。漢字がなんか書いてあったんですよ。あの、安いんですよ、シャツ2000円もしないんですよ、僕ね。刺繍入れて4、500円くらいで、2000円くらいで。まあ、いや、やっぱりね。あの、お金が、ね、ギターとかにお金かかるから、コスチューは安めに一応揃えましたけどね。まあそのところでちょっとついでに、メンバー紹介しましょう。さっきは、ね、華麗なピアノを聴かせていただきましたジョン役、ジョン・トーマー彼はですね、済ました顔して結構間違えるんですよね特に構成をよく間違える。一番歌ったらすぐエンディング入っちゃうと思う。まあ、過去いろいろと問題がありますけど、前回もちょっとね、今日はリベンジしましょう。さて、次はですね、真ん中で、なんて言うんでしょう、性格もいい、まあ、ギターを弾いていただいております。サンチのパパ、ジョージ・アマザエ。さて、僕ですね、ドラムを叩いていただきます。今日はちょっとね、まあ、いろいろ都合ありまして、2番目のクオリティさんのドラマーでもあります。ちょっとね、ダブルヒッターということになりますけど。
まあ、いろいろありましたね。コシは神田さん、リンゴ影山さあ、次はですね、キーボード、ペンギンもね、たくさんの拍手いただきました。ありがとうございます。ちーちゃん今日ね、だいぶバカ作りしてますけど、まあ同じぐらいですからね。私が最後、本当に吉武と申します。よろしくお願いします。さあ、次はですね、ルーフトップから1曲だけやりましょう。さて、次はですね、再びジョージ君の登場。
I'm too
これはですね、本当はね、シンセサイザーとオーケストラの音を出せばいいんですけど、それでちょっとつまんない、ちょっとロック調というか、ね、ピアノ一本で、表現をさせていただきました。ちいちゃん、大変でしたね。さあ、じゃあ最後の曲、行きましょう。いいですよ。今日の日本バージョンの最後の曲、行きましょう。1, 2, 3, 4